亡くなった息子へ捧げた感動のゴール。2011年10月27日、イングランド2部のドンカスターに所属するビリー・シャープの息子であるルーイちゃんが生後わずか2日で亡くなってしまった。激しいショックに見舞われたシャープだったが、ミドルズブラ戦前夜にサウンダース監督に電話して出場を直訴。試合は両チームの選手や観衆がルーイちゃんに1分間の拍手を捧げるセレモニーの後に開始。シャープは前半14分に左ボレーで先制点を挙げると、ホームのファンに駆け寄ってユニフォームをめくり上げ次のように書かれたアンダーシャツを披露。That's for you さん、息子よ、君にこのゴールを捧げるよ。通常、個人的なメッセージが記述されたに、ユニフォームを見せる行為は処分の対象だが、主審はシャープにイエローカードを出すこともなくに試合は再開された。この試合は1-3でドンカスターは敗れたものの、最も活躍した選手であるメートル・オーメートルに、シャープが選ばれた。ドンカスターのサウンダース監督は、彼は息子と家族のために、ゴールを決めたがっていた。私には断れなかった。時にはピッチに立つことが人の、気持ちを楽にさせる最良の、方法になることもある。と語った。シャープは試合後、仲間とファンの声援に、涙が出た。今日の喜びと栄光は、私の息子に捧げたい。私は息子を愛している。とツイッターでコメント。ファンにも、シャープにとっても、忘れがたい試合となったのだった。